こんにちは、ネモです。アナザーエデンやっていきます。今回は新キャラクターのサモラの性能紹介をやっていきたいと思います。で、性能紹介を始めさせていただく前に一つ皆様に前置きがございます。サモラのバリアブルチャントのレベル2ですね、詳細が分かっておりません。申し訳ないことに自分でもまだ育ちきっていないのと、結構いろいろな情報をググったんですが、ツイッターなり、グーグルなり。まあ、情報がまだ出ていなさそうだというところでございます。ですので、その部分は割愛させていただいて、僕の方で、まあ、こういったバリアブルチャントになるんではないんでしょうかね、という話をしながら話を進めさせていただきます。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。では、やっていきましょう。まずは基本ステータスからですね。サモラの基本ステータスがこんな感じです。天命が天、装備が死と腕輪、クラスがスマッシャー、バトルメース、マーセナリー、パーソナリティが土ですね。次にバリアブルチャントの方に行きたいと思います。で、バリアブルチャントが星4のキャラなので、2つですね。レベル1、まとめてミンチにしてやる。敵全体に速度 10% ダウン。物理耐性 10% ダウン1ターン。で、レベル2に関しては調査中ですが、おそらく敵全体に速度 15%、物理耐性 15% ダウン、もしくは 20% ダウンかなという予想が立てられますね。で、このバリアブルチャントはかなり有効なものだと思います。まあ、やはり2種類のデバフをいっぺんにかけられるっていうのはかなり強いですよね。速度と物理耐性のダウンをかけられると。速度であれば、やはり、速度ダウンをかけると、ほぼ何事も先手を取れるようになるので、まあ回復の計算をしたりだとか、入れ替えの際のタイミングを測ったりだとか、いろんなところで、戦闘を有利に進めることができますね。プラス、物理耐性のデバフがかけられますので、まあ、サモラ自身もどちらかといえば物理キャラだと思うので、そういった意味では自身のパーソナリティと相性のいいバリアブルチャントと言えるかなと思います。で、レベル2、そうですね。タイトルは全くわからないですけど、まあミンチにしたんで次ハンバーグとかにしてくれるのかもしれないですね。全くわからないです。はい。では次、サモラの固有スキルの紹介に行きたいと思います。で、サモラの固有スキルがこんな感じです。ローヒート、マジックポイント18消費、敵単体に打攻撃、小、威力、非属性耐性 20% ダウン3ターン。ハイヒート、マジックポイント40消費、敵単体に打攻撃大、非属性耐性 25% ダウン3ターンと。かなり自身のスキルと相性のいい固有スキルになってますね。で、こいつ自身、サモラ自身が、習得スキルが非属性のものが多いので、固有スキルをかけて、それから習得スキルを叩き込んでいくと、ダメージ効率がかなり良くなりますね。プラス、ご自身が組まれているパーティーに非属性のメンバーが多い方、まあ、アルドだったり、今回大活躍でしたね、アザミ戦は。多くの方がアルドを使われたかな、どうだろう、まだ1日しか経ってないからな。ちょっとわかんないですけど。まあ、アルドとか、あとはシオンとか、アカネちゃんとか、まあ、非属性のキャラたちと、組んで、このハイヒート、ローヒートを使っていくとかなり強いんじゃないかなと思いますね。で、スキル強化については、まあ、しなくてもいいかなと思います。まあ、5% しか、耐性ダウンに関しては変わらないのと、サモラ自身のマジックポイントがそんなに高いとは思えないので、個人的にはこういうスキルは、まあ、強化する必要はないかなという感じのイメージですね。では次、習得スキルの紹介に行きたいと思います。サモラの星2から星3の習得スキルがこんな感じです。ファイアスマッシュ、マジックポイント12消費。敵単体に非属性の打攻撃小。スイングハンマー、マジックポイント15消費、敵全体に打攻撃小。ブレイブスタンプ、マジックポイント22消費、敵単体に非属性の打攻撃注意力と。
そうですね、特筆するスキルは正直ないかなと。平均的なアタッカーの習得スキルですねというちょっと辛口なコメントにはなりますね。で、ファイアスマッシュで非属性の属性攻撃、スイングハンマーで全体攻撃、ブレイブスタンプで注意力の属性攻撃という形になっていますね。なので、まあ、全体攻撃の打攻撃と、あとは非属性の打攻撃どれかをスキルセットに入れて戦っていくような感じになるのかなというイメージが僕の中ではありますね。では次、星4のスキルの方に行きましょう。星4の習得スキルがこんな感じです。フレームインパクト、マジックポイント32消費、敵単体に非属性の打攻撃大と。割と使えそうなスキルかなと思います。というのも、マジックポイントの消費がそんなに大きくないんですよね。32なので。結構、大威力のスキルって、まあ、40とか使うものが多い印象なので、まあ、そういった意味では、このスキルは使えるかなと。なので、前述した全体攻撃のスイングハンマー。星4の習得スキルのフレームインパクト。あとは固有のスキルを使いながら回していくのが、僕としてはまあおすすめのスキルセットになっているかなと思います。で、全体の総括をさせていただきます。ちょっと辛口になるかもしれませんが、まあ、平均的な非属性アタッカーかなと。めちゃめちゃ強いってこともないですし、まあ、めちゃめちゃ弱いっていうこともないかなと。いう印象ですね。このステータス、習得スキル、固有スキル、バリアブルチャントを見たとき。バリアブルチャントは一流のものを持っていると思いますので、まあ、そこの入れ替えでバフ用意。で、非属性のパーティーを組んでいるときのデバフ用意。という形で、ものすごく究極的な、極端な言い方をすれば、今回の対アザミ特攻という感じのキャラクターになっているかなと、個人的には思いますね。まあ、アザミに対してはやっぱり、非属性の攻撃がかなり有効なので、水属性と合わせてね。まあ、こういった非属性のデバフをかけられる。しかもバリアブルチャンとか物理耐性のデバフをかけられるので、対アザミという観点からはかなり使えるキャラかなと。いう感じで思いますね。で、通常の周回や通常のボス戦かなに率先して連れていこうとは正直思えないキャラです、僕は。厳しめに言えば。ただ今回のアザミ戦、あとは非属性のパーティーを組まれている方にはおすすめですね。その時は一緒に組んであげてもいいのかなという感じのイメージです。で、ちょっと比較をするような話になってしまいますが、前回追加キャラのネロですね。ネロと比べるとやっぱ一段落ちるなと。ネロが星4なんですけど、同じ水属性の。まあネロは回復もできて、サポートもできて、自分で攻撃もできるっていう、本当に何でもござれ屋さんだったので、その後にこう追加されたキャラとしては、ちょっと一味物足りないかなと。で、まあ、こいつの生きる道ってどこだろうという感じで考えると、やっぱり、対アザミ特攻キャラクターかなというところですね。そういったこともありまして、アーマサモラは早めにキャラクターの性能紹介をさせていただきたいなと思っておりました。で、今回のアザミに対しては本当に使えるキャラだと思いますので、もしまだ、まあ、まだ1日経ったぐらいだもんな。まだアザミのレベル60、70、80、手こずっているよという方は、育成を考えてもいいキャラだとは思います。ただ優先順位はそんなに高くはないということも付け加えさせていただきます。いかがでしたでしょうか？まあ、本当に対アザミキャラクター、って感じですね。その一言に尽きると思います。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下
もしくは動画の下の YouTube アイコンからチャンネル登録をいただければ非常に嬉しいです。また、Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、こちらもフォローいただければ幸いでございます。また、次の動画でお会いいたしましょう。